自然光のって言うけど、自然光は全く入らないんだよね。ちょびっと全部消すとあるんですよ、あの端っこに。一回皆さん消してみますか。はい、こういう状態で向こうかこっちかに凱旋門があるんですね。それとこうちょうどこう通りを挟んでというか、相対してる。そう、ガボの作品自体透明だし、建物のいろんなところを見てほしいというのもあります。普段きれいに照明が当たってると実は建物って目に入ってこないので。ですね、この隙間から光が入ってくるのが何か。美術館の中に手叩いたことないもん、直接。なんかダンス公演みたいな。ああ、そうですね。視覚がない人でも作品ってちゃんと感じるっていうか、そう、作品ってそういうものなんだな、だろうなっていう。明かりも消えてるんですが、私たちがライトをつけてこう回ることで逆に今日は絵に見られてるような気がしました。各部屋の匂いが違うとか、薄明かりだったら目が凝らすとか、あと皆さんが照らしてる懐中電灯に皆さんが映り込む、絵に映り込む影も作品に見えるとか、一人目つぶって一人目、例えば二人組で手つないで目を開けてる人と目つぶって鼻だけ光ってる人がいて、鼻で見るみたいな。鼻で見る。白っぽい匂いですよ。白っぽい匂い。なんか部屋ごとで割と違う感じはあるな。あ、うん、これ接着剤の匂いですね。うん、絵になって人間を見るみたいな感じで、まあ、その絵の形を本当に自分が真似して、で、まあ、それになってみるってもいいし、まあ、単純にその絵の側に立ってそれ以外の空間なり人を見るってもいいし、なんかそういうちょっと自分と自分の立場とちょっと逆転するっていう感じで見るっていうのをやりたいと思います。ああ、なんか不思議な感じがこうじゃなくて、こうあ、そう、いい感じ、いい感じです、はい、いい感じです。これすごい。3人の案内人と参加者が美術館の作品と空間の中で休むということを考えました。
いつもとは違った雰囲気の展示室になっておりますが、ご了承ください。休みとは何ぞやみたいな。じゃあ聞きましょうか。毛糸を持ってきたんですが、いつもみたいにこう編んだりとかこう器具は使わないで休むんだからそうだよねと思って、指だけで編んでるんだけど、その何を作るとかも別にないし、どんな風にみたいな、こう図案みたいなものも今日お休み。絵に向かって右側に関心の人座ってるんですよ。で左側は何もないんですよ。ちょっとアンバランスなんですよ。でそこにちょっと非常口があってへこんであるから、あそこに座ってやろうと思って、そうするとちょうどこう左右に人がいて絵があって。休む時に一番好きなことは本を読むことで、旅行に行っても本を読む。で本を読んでて目を上げた時の風景が好き、それが贅沢な休憩だと思って、今日思いついた場所でもうそれこそ自分が出かけた先で、あここでちょっと横になってみようかなとか、ここがこう景色に置き換えてなんか座ってずっとぼーっとしてみようかななんていうのを簡単には考えてたんですけど、休むっていう感覚があんまりなくて、今日も来たみたいな感じなんですね。普段生活の中でしてないのなんだろうって言って、やっぱり動かないこと、お客さん見てるみたいな、景色を見てる、スリフォン多分ブツブツ言いながら歩いてると思うんで、ちょうどいいです、はい、ブツブツうろうろしてるの見て、ブツブツうろうろしてんなと思って、見てもらっても構わないと思うので。富士山ってこうじゃないですか。その白い下地ですけれども、硫酸バリウムと炭酸カリウムを混ぜ合わせるという独自の手法で作られていまして、富士山は生涯その作り方を誰にも明かしませんでした。こういうのに近いかもしれないけど、いつもと違う方向に行くみたいなことが割と自分にとって休みだなと思ってて、すごい電車が空いてる時にこう割と朝早くなんか仕事で行かなきゃいけない時とかも結構そういうの割と好きで、純度って多分逆に移動したりとか、寝転がって移動したりとか、寝転がってゆっくりね。自分の休みってなんだろうって考えたんですけど、一番休めるのってなんかこう日常の中のちょっとした環境を散歩するぐらいが本当に程よい休みで、なんか今この絨毯を例えば散歩するとしたら、なんかここにこうちょっと沿ってみようかなとか、こういう風に感じて、普段の散歩道でもなんか一番端っこ歩いてみようかなとか、なんかそういうことですごい休みを味わってますので、今日も皆さんに沿いながら休もうかな。その状況とかに沿ってみる。ここには働いてる人と休んでいる人がいます。こう座っていたり、こうちょっともたれていたり。じゃあ休みに参りましょうか、はい、はい。